ケビン・マクレーノルズはアメリカメジャーリーグで活躍した野球選手、外野手、ウトウミギウチ、アメリカアーカンソー州リトルロック出身、アーカンソー大学時代に二度全米選抜チームに選出されるサンディエゴ・パドレスに入団し、1983年6月2日にメジャーデビュー。その年は39試合の出場にとどまるが、翌1984年はレギュラーを獲得。 147試合に出場し、打率、278、20本塁打、75打点の活躍で、チームのワールドシリーズ出場に貢献。皮肉にも、これが最初で最後のワールドシリーズになってしまった。1985年は低調だったが、1986年に、打率、288、26本塁打、96打点と、 活躍すると、そのオフのウィンターミーティングで、ニューヨークメッツに2対5の交換トレードで移籍。メッツ移籍後も変わらぬ活躍を見せ、1987年は29本類が95打点。1988年は27本類が99打点を記録し、21盗塁を記録したが、失敗は0。メジャー史上、年間盗塁失敗0で、 最も多くの盗塁を記録した。チームの地区優勝に貢献。MVP の投票でも、カーク・ギブソン、ダリル・ストロベリーに次ぐ、第3位の票を得た。1989年8月1日には、サイクルヒットを達成。しかし、1991年に16本塁が、74打点に終わって、チームも、地区5位と低迷すると、メッツは、ボビー・ボニーや、 エディ・マレーといった高額フリーエージェントを次々に獲得。その煽りを受けてマクレーノルズは、ブレッド・セーバー・平原ゲンラとの交換トレードで、カンザスシティロイヤルズに移籍。しかし以前のような成績は残せなかった。一方のメッツも1992年は引き続き5位。ナリーグに2チームが拡張されて、東地区が7球団となった1993年には、 新興フロリダ・マーリンズよりも下の最下位に終わった。ビンス・コールマンとの交換トレードでメッツに再移籍することとなった。しかし、メッツに復帰した1994年はわずか51試合。安定した成績を残したが、打率3割、本類打30、打点100は一度も達成できなかった。リフトの守備も堅実であったが、ゴールドグラブ賞獲得には至らなかった。 また、オールスターにも一度も選出されなかった。ありがとうございます。